出来上がった紙版に工作用の水性ニスを塗ります。ニスは透明タイプでもいいですが、色がついたものの方が塗った場所がよくわかります。手にも塗ります。全体にニスが塗れました。ナイロン袋に乗せたまま乾燥させます。新聞紙の上でニスをつけた場合はくっつくことがありますので、新聞紙から剥がして乾燥させましょう。ニスを塗ることでインクが染み込みにくくなり、黒く濃くすることができます。また細かい部品が抜きにくくなるので作業もしやすいです。